221-132西ドイツ国鉄 V200 系ディーゼル機関車はドイツ連邦鉄道の急行用液体式ディーゼル機関車である。初期に製造されたものは V200.0 型と呼ばれ、1962年からは出力を増大した V200.1 型が製造された。それぞれ1968年に220系及び221型と解消されている。 まず1953年から翌年にかけて、クラウスマッファイにて、試作機が5両製造された。1956年より量産が開始され、同社にて61両が、マシーネンバーをキールにて20両が製造された。信頼性が高く、V200 型は、あらゆる幹線において、急行列車を牽引し、ドイツ国営鉄道の05系、03型、01系、 蒸気機関車を置き換えた。感染が伝化するにつれて V200 型は感染以外での旅客輸送や貨物輸送にも使われるようになった。1962年からの量産はエンジン出力を増大した V200.1 型に移行し1965年までに50両が製造された。1968年に V200.0 系及び V200.1 型は それぞれ2系2 0百221型と解消された。1977年により V200 型はドイツ北部の工場に集められた。エンジンを2機搭載するため v 1 6 0系のようなエンジン1機の車両よりも高価であり、さらに列車暖房方式が蒸気暖房だったため、1984年には全車仕様が停止された。7両の V200 型が スイス国有鉄道に譲渡され、アム4、4型18,461から18,467となった。1997年まで使われ、その後ドイツ国内の個人に売却された。アラビア国有鉄道に売却された車両もあるが、ほどなく、廃車された。ギリシャ国鉄も数量を購入したが、そのうち数量の V200.1 型は、 ザ・プリグネッツァー・アイゼンバーンによってドイツに逆輸入され270型とされた DB 博物館が V200-007 を所有しているほか数量の V200 型がドイツ国内で保存されている同博物館には試作機も保管されていたが2005年10月17日の火事により焼損したエンジン、液体変速機、台車で一組の駆動システムを構成し これを二組搭載している。エンジンは、マイバッハ製 V 型12気筒ディーゼルエンジンである。現在のドイツ鉄道の前身の一つである。旧東ドイツの東ドイツ国鉄にも V200 系の形式を名乗る機関車が在籍していた。これは、ソ連製の電気式ディーゼル機関車 M62 で、その騒音と排気の黒煙から、タイガドラムという愛称を持っていた。後に120型とされ、 さらに東西ドイツ統一後、西ドイツ国鉄が使用していた同名の V200 の使用が停止された後にこの車両は DB により220型に分類された。ありがとうございます。